おはようございます。この映像はですね、2024年の3月16日の午前6時前の内容ですね。で、ちょうどですね、仙台駅前の東横インをチェックアウトした直後です。この辺ですね、川も何本かあって、濃霧っていうか霧がね、結構立ち込めてました。肥薩おれんじ鉄道自体はですね、まあ、大体海外線に沿って走ってるんですけれども、やはりここもですね、まあ、海は近いのかなっていう印象なのと、確かに仙台原発ってあるんですけど、原発から何キロっていう表示はですね、私は初めてこれ知りましたね。これからですね、九州新幹線上り方面の始発列車、さくら400号に乗って博多まで移動します。先ほどさくら400号とあっただけで、6両編成とか8両編成と書いてなかったから、でさくらって書いてあったので、まあ、N700系ベースの、7000番台8000番台 S 編成 R 編成が来るのかなと思ったら違うんですね。さくらにもですね、800系6両編成が入る様子ですね、うん、というのも停車駅が一駅でも存在すると、ツバメではなくなるんですかね。で、桜とかね。で、早いのは三つ子になるんでしょうか。800系はここ1000番台かなも含めて、700系ベースなんですかね。客室とデッキを隔てる、一部の壁面側の、客室側がですね、金箔張りになって結構目立つんですね。この車両の座席幅なんですけれども、700系7000番台光レールスターと同じ幅ぐらいですかね。結構広いですよね。座席のテーブルも前の座席の背もたれの背面側にあるタイプではなくて、膝掛けの下にあるタイプですね。このタイプのテーブルのメリットとして、前の座席の背もたれにあるタイプですと、テーブルを出して引っ込めてってするときに、前の人にですね、背もたれを伝って振動がいっちゃうっていうデメリットがあって、そこが克服されるんですよね。列車はですね、泉に、入線するところなんですけれども、泉駅のそうですね、こちらの、上りの進行方向に対して右側はですね、山が迫っていって、あまりそんな栄えている感じではないんですけども、その逆側はですね、結構、いろいろですね、開けていて、で建物ね、いっぱい建っていて、なんとなくこう新横浜みたいなね、それを思い出す感じですね。この部分だけ見たらですね、本当にここが、新幹線の停車駅のすぐのところなんですかっていう感じはしないでもないと思うんですけども、このようにですね、逆側は結構ですね、広くて、で建物とかもね、いろいろ建ってたりするんですけども、そしてですね、この空席の状況ですね、自分が乗った仙台、それからこの泉の時点ではこのぐらい空いてまして、で客層とかなんですけれども、スーツを着てるね、ビジネスマンっぽい方が、少しいて、それ以外はですね、結構学生なんですけれども、女子高生がね、割合多くてですね、で逆に途中の博多の近くとか、熊本かな？熊本からは男子高校生がわーっと乗ってきた感じで、
もしれないね。トータルで旅行客は、うん、なんか女性グループがね結構多かった感じはしますね。だからですね、途中の熊本までは男女比で言うとやたら女の人が多くて、で逆にそこからは、まあ、男性客の方が多いか、まあ、だいたい男女同じぐらいっていう感じでしたね。新水俣駅前はですね、車窓の右側左側もだいたい同じような感じで、まあ、ご差しという感じですね。飛行機ですとですね、あの前の座席の、背もたれの後ろのところにですね、非常時のあのしおりみたいなのが入ってるんですけども、まあそれを模してでしょうかね、まあ新幹線は珍しくという感じなんですけども、九州新幹線はこういったね、非常時のあのしおりみたいなのが入ってるんですね。この800系なんですけども、車両によって、座席がですね、モケットだったり、革張りだったり、赤だったり、茶色だったりで、そうですね、あの金箔張りの壁面だったり、木目調な木だったりっていうのと、まあ、デッキはですね黒でまとめられている感じですね。この様子ですと、前側はですね、女性の6人前後の旅行グループで、その前は、男子高校生で、それから、男性のビジネスマンって感じですかね。まあ、そうするとちょっと男性客もやっぱりねこの辺からは多いのかなと思うんですけれども、そうですね、まあ、途中でですね、まあ、大体女子高生は途中で降りて、で今度は逆に熊本から男子高生がわーっと乗ってきたんですけども、いずれにしてもですね、あ、お金持ちのうちなんだなという感じは、ね、しないでもないですが、考えなんでしょうね。そしてですね、博多到着後は、福岡市地下鉄空港線に乗り換えました。筑前前原からは、103系1500番でですね、以前はですね福岡空港まで103系1500番で走ってたんですよね。でまずはですね、カフリで降りて、カフリと伊佐の間にある撮影地で、103系1500番台を中心に、撮ってきました。博多方向を向いて左側はですね、この台形の山がね左右対称でね面白いなと思ったんですね。これやっぱ有名なんですかね、形が切れてるね。反対側は集合住宅が何本か立ってますね。ここの撮影地に着いたときはですね、もうすでにですね、もうこの103系1500万台のですね、もう前面がもう影になっちゃってて、もう、そうですね、巡行ではなかったんですけども、まあ、あれですね、仙台からですね、始発の新幹線に乗っても、まあ、このようにしかならないので、まあ、もしね、次回、機会があればもっと早い時間に行くか、それとも逆側から来る列車を、正午後ぐらいにですね、行けば、巡航でね、前面、側面、両方とも光が当たっている状態で撮れるんじゃないかなと思います。JR 九州のちっちゃい駅、ここもなんですけれども、1番線、2番線っていう番線の表記がなくて、で時刻表には、何番線から何行き、何番線から何行きっていうふうに書いてあって、で、この隣の駅が、三崎ヶ原って駅なんですけれども、それがですね、筑前前原方面っていうことを気づかず逆方向だと思ってたんですよね。なので、三崎ヶ原方面に行く電車に乗ればいいんでしょっつって乗ったら見事に、そう、これを見ればわかるように筑前前原方面で、自分が乗るのは逆方向だったんですね。で仕方ないですから、まあ、筑前前原で、まあ、皆さんお客さんは基本的にみんな降りるはずですよ。私みたいにご乗してない限りはね。ということで、まあ、せっかくだからってことでね、103系1500番でも、まあ、そう、先ね、長いのか短いのかわからないですけどもね、まあ、このね、103系1500番で103系といっても、201系とこう203系を足して割るにしたようなね、この車内っていうのはね、独特っちゃ独特だからね、まあ、せっかくですから取っておきました。釣り革は201系の試作車900番台チッキーで、で、それからですね、冷房の方はですね、この車両はもう当初から AU75G、あのステンレス規制のね、タイプなんですけども、乗っているんですけれども、やはりですね、冷房の吹き出し口のところがですね、やはり、201系とかね、203系よりはやっぱ廉価版っていう感じがしますね。で運転台なんですけれども、まあ、203系にね、やはり、搭乗時がほぼ一緒っていうこともあって、だいぶ似てますよね。ドア窓はですね、201系、203系、205系の初期車に似てるんですけれども、203系はそもそもアルミで、205系は、外側も含めてステンレスなので、ドアは201系に似てますね。で、
でも、戸袋窓が201系はあるけど203系はないから、だから203系に戸袋窓がなくて、田の字の窓で、ちっちゃいドア窓っていうのはそっちの方に行ってますね。しかしながら、走行音は全くもって、201系、203系ではない。そもそも、そうですね、主制御機がついてない車両だと、まあ、サイリスさんだと、ね、201系、203系に乗っていても聞こえない。まあ、ちょっと聞こえるんですけどね。モハ200とかね、モハ202に乗っていても、そうちょっとはね、やっぱりチョッパーの音っていうのが入ってくる、モーターから入ってくるんですね。これなんかグーグルフィンガーターの車両もそうですね。主制御機からじゃなくてモーターからも変調音が聞こえてくるから、多分ね、それに似てるでも同じなんじゃないかなって。いかがでしょうか。ですね、もう今103系 の、 残動率って非常に低くなっていて、で、バンタン線の103系は100キロ出すんです。103キロが未だに100キロ出しているんですって。京阪神観光線とか常磐快速線、まあ、武蔵野線もね95キロまで出してたんですけれども、まあ、それにね近いとかね、まあ、同じだっていうふうに言われてるんですけども、ここの筑肥線もですね結構飛ばす区間は飛ばすんですよね。そしてですね、ブレーキの空気ブレーキのですね、排気の音はですね、まあ、201系だと軽装車に近くて、まあ、いや本当に203系そっくり、つまり登場時期が同じっていうのはあるんじゃないかな。で、なぜですね、筑肥線には203系が入らなかったのかっていうのは、まあ、結構有名なのかなとは思うんですけれども、あちらの方はですね、特に、千代田線内、列車頻度高いから、回線ブレーキをかける価値ってなるんですけど、特にここの筑肥線内っていうのは列車頻度が低くてですね、回線ブレーキをかけようにも、他にその回線ブレーキで発生した電気を使ってくれる電車がないから、回線ブレーキかかりようがないんですよね。要するに架線電圧が他に使ってくれる電車がないから上がっちゃって、結局失効しちゃって、そうすると発電ブレーキ積んでるよりも効率が悪い。要するにそうすると空気ブレーキだけで止まるってことになっちゃうので、そうするとブレーキ部品の消費も激しくなっちゃうんですよね。とはいってもですね、関西地下鉄の高線、高線、長飛線、リレー先のね、の営業に乗車車両は、関西地下鉄線系なので、こちらは電気視聴で、その車両も、まあ、当時は筑肥線の結構列車費が、ね、少ないところにも列車が入っていたとは思うんですけども、まあ、当然こちらの方は、まあ、ブレーニングチョッパー積んでなくて回線ブレーキのみで対応していたっていうのは、まあ、そうなんでしょうけどね。ただまあ要するに103系1500万台の方は筑肥線内では、そうですね、あまりブレーキをかける頻度も駅間距離が長いから、そうですね、機種をね、筑肥線に入れてもしょうがないでしょうっていうことがね、らしいですね。まあ、だからやっぱりウィキペディアを読むと、筑肥線は筑前前原より以外の機関距離が長く、列車密度も低いため、ブレーキ頻度や回線面で電気直下制御車を導入しても省エネ効果や回線制動力が期待できないから、費用の安い103系が一部設計変更の上導入されたんですけども、そしたらじゃあ203系はアルミでしたけど、こちらは普通の構成車ですよねということなんですけども、まあやはりですね、その辺も変化されちゃったんですね。回線ブレーキについても、電気ブレーキについてですけども、やはりですね、303系の305系に乗っているとですね、ブレーキがかかった時に電気ブレーキが立ち上がりますよね。でその時にブレンディングチョッパーかかってるって音がね聞こえてくるんですよ。ということで、やはりですね、回線ブレーキと発電ブレーキ両方かかってますよね。要するに VVF インバーター制御車なんだけど、305系の床下に、抵抗器がぶら下がっていれば、まあ、要するに発電ブレーキ対応ってことになるんですよね。で、まあ、先ほども触れたんですけど、福岡市地下鉄、福岡市地下鉄って福岡の場合は呼ばないみたいですね。福岡市地下鉄線系は、その当時って福岡市は鉄道って基本的に地下鉄は少なくともやってなかっ
ターですし、でそれから普通のね在来線を走っている鉄道車両っていうのが手掛けたこともなかったと思うんですけども、でそういうもんで当時の国鉄にだから車両設計とかね倉庫直通運転するから、当然話し合いの機会って当然多かったと思うんですけども、でその車両設計の助言とかも得てたと思うんですけども、そこでですね国鉄は当時はもう赤字で、だから203系で導入できなくて103系線が2番手を導入したぐらいですから、なんだけど福岡市の方がまあお金はあったということで、いろいろですねその電気ストッパー車を入れたりとか、それから空気バネ台車を、ね、導入したりとか、まあ、ステンレスって言ってもセミステンレスボディだったんですけれども、まあ、そういった、ね、ところでお金をかけて、でそれからですね、汽笛ですね、汽笛は新幹線のゼロ系と、ね、同じものが入っていたりということで、だからだいぶですね、国鉄側も自分たちがお金がなくてできなかったことっていうのを、まあ、福岡市地下鉄の方にですね、それを、まあ、自分たちの悔しい思いをね、入れたみたいな感じがあったっていう話はね、聞いたことがあるんですけどもね、はい。この駅でですね、上下が離合しますので、通常塗装の赤と復刻塗装の、まあ、青というか水色ですね、が離合しました。はい、ではですね、鹿科の駅で降りまして、玄界灘ですね、東中井と103系1500番台、今映っている車両ですね、の、復刻塗装ですね、E12 編成を取りに行きます。まあ、先ほどのですね、車窓ですね、からも、海の景色を映したんですけれども、まあ、それからこう今から、海を、背景に映しに行くところですので、そうですね、この筑肥線っていうのは結構この玄界灘の、近くをね、走っている感じなんですよね。で、ちなみにですね、ここの、鹿科と福吉ですかね、この間にある撮影地なんですけれども、まあそうですね、鹿科の駅からですね、まあ歩いて、まあ、5分ぐらいもあれば、まあ、着くところで、結構ね、近いんですね。で今度はですね、鹿科と、浜崎の間にある撮影地に、移りました。移りましたと言ってもですね、ここ鹿科の駅からですね、撮影地まで徒歩だと20分以上かかりますよね。この撮影地に車で来られてた方が男性2人いたんですけども、駅から歩いてきたことについて驚かれてましたね。でここにある石、積まれたような石ですね。これなんか包み石っていうのかな、包むって書いて石っていう感じなんですけども、でここがですね、福岡県と佐賀県の県境になっているらしくて、そうですね、ここの撮影地は本当に福岡県と佐賀県の本当に県境だよねっていうようなことで有名なんですけども、で堤市っていう石を 目印にしてここの撮影地まで行くと良いっていうふうに聞いていました。はい、ここにですね、堤市っていうんですかねの由来と書いてあるんですけれども、ここにも、伊能忠敬さんは来たっていうことがね、まあ、記されてますよね。で伊能忠敬さんっていうと、千葉県の、佐原市出身で、水郷で有名なところですよね。で そこからここまでも、まあ、全国に歩き回られたということですね。伊能忠敬さんっていうのは、江戸時代にですね、日本国中を測量して回って、初めて実測による日本地図を完成させた人で有名ですね。で今ですね、ご覧のようにですね、筑肥線、103系1500番台 E12 編成ですね、リバイバルカラーなんですけども、このね、玄界灘のこの水色、本当にね、確かに同じ色だな、それから砂浜の色をイメージしてるっていうのは、あ確かになと思うんですけど、でも、この色と飯田線の登場時の色って同じですよね。で、飯田線の方はあれらしいんですよ、天竜川をイメージしたっていうんですけど、なんで同じ色なんだって話なんですけども。まあ、国鉄のね、まあ、設定している色からまあ選んできただけなんでしょうかね。福岡市の線形もですね、やはりですね、この玄界灘のイメージで青と白らしいんですけれども、まあ、向こうはですね、それ地下鉄線内しか走ってなくて、海があるのって乗り入れ先なんですけどね。今回のですね、東シナ海と EF81303号機、それから103系1500番台リバイバル塗装ですねを取るという目標が達成できました。この道をですね、まあ、海沿いですね、鹿科の駅まで戻りまして、でそこから博多までまたさらに乗って東京まで戻りました。
最後までご視聴ありがとうございました。